ヨークタウンの包囲戦は南北戦争の半島方面作戦の一部として1862年4月5日から5月4日に行われた戦闘である。北軍ジョージ・マクレラン少将のポトマック軍はモンドを取り出から行軍してウォーウィック防御戦背後のバージニア州ヨークタウンでジョン・マグルダー少将の小規模ミガミ軍と対峙した。マクレランはバージニア半島をリッチモンドまで遡る行軍を 中断して、包位戦を敷いた。4月5日、エラスムス・ディ・キーズ准将の第4軍団が、リーズミルの南軍防御工作物で最初の接触を行ったが、ここはマグレランが抵抗なしで通過できると考えていた地域だった。マグルーダーが部隊を前後にこれヨガしに動かしたことで、北軍は、その工作物が強固に守る。両軍が砲撃戦を交わす中で、 キーズは南軍の防御の強度やその幅を偵察し、マクレランには南軍工作物に猛攻を加えることに反対する進言をした。マクレランは包囲専用の防御物を建設するよう命令し、工場専用重砲を前線に持ってこさせた。その間に南軍のジョセフ・ジョンストーンはマグルーダーに援軍を送った。4月16日、北軍は ダム1号の地点で南軍前線に探りを入れた。しかし、北軍はこの攻撃の当初の成功につけ込むことができなかった。このことで機会を失ったマクレランはさらに2週間の時を要して海軍を説得し、ヨークタウンやグロスターポイントにある南軍の重砲を迂回して、ヨーク川をウェストポイントまで遡り、ウォーウィック防御船の側面をつくようにさせようとした。 マクレランは5月5日の夜明けに大規模砲撃をかけようと考えたが、南軍は5月3日の夜中にウィリアムズバーグの方向に抜け出していたこの戦闘は、アメリカ独立戦争の最終的な戦闘となった1781年のヨークタウンの戦い戦場後に近いところで起こった。北軍の砲台13インチ海岸迫撃砲、マクレランは、 アメリカ連合国の首都リッチモンドに接近するためにバージニア半島先端にあるモンドを取りに上陸した陸軍と海軍の水陸共同作戦を選んだ。そのポトマック軍は12万1500名を数え、三3月17日から389隻の艦船で運んだマクレランは海軍の艦船でヨークタウンを包み込むことを考えたが、南軍総交換 CSS スバージニアの出現と、 ハンプトンローズ海戦によってこの作戦が妨げられた。ジェームズ側のバージニアとヨーク側川,川口の南軍砲台の脅威によって北軍の海軍はヨーク側もジェームズ側も支配できないことをマクレランに分からせたのでマクレランは単純にヨークタウンに向けて陸上の進軍を選んだ。ヨークタウンの南軍防衛隊はジョン・マグルーダー少将が指揮しており、 当初は1万戦来し1万3千名に過ぎなかった。南軍の残りは、ジョセフ・ジョンストン将軍の全体指揮下にあり、カルペパー、フレデリックスバーグ及び、ノーフォークといったバージニア州東部に散らばったままだった。マグルーダーは、ウォーウィック側の背後にヨーク側のヨークタウンから、ジェームズ側のマルベリーポイントまで防御線を構築し、半島の全幅にわたって、効果的に塞いだ。ただし、 この時は、その防御工作物のどこにも、戦力を適切に配置はできなかった。この防御船は、ウォーウィック防御船と呼ばれるようになった。マクレランの作戦では、サミュエル・ P ・ハインツェールマン少将の第3軍団が、ヨーク川近くで南軍をその残豪に縛っておき、エラスムス・ディ・キーズ巡将の第4軍団が、南軍右翼を包み込んで、 その通信線を遮断するというものだった。マクレランとその参謀はマグルーダーの防御線を無視し、南軍はヨークタウン直近の地域のみに集中しているものとみなしていた。1862年4月4日、北軍はマグルーダーの当初の防御線を通過したが、翌日より効果的なウオーウィック防御線に遭遇した。地形の正確のために、 南軍の正確な配置を知ることは難しかった。誤った情報によってマクレランは南軍の防衛戦の戦力が4万名であり、ジョンストーンは援軍6万名を伴ってすぐにでも到着するものと想像した。マグルーダーは戦前に素人と俳優であり、不評体や砲兵隊を想像しく動かすことで、その防衛軍が実際よりも多く見えさせる、これよしの行動を取り、 マクレランの混乱を増長させた。北軍の第四軍団は、まず4月5日にリーズミルでマグルーダー前線の右側面に遭遇した。その土盛防御物には、ラハイエット・マクローズ少将の師団が配置されていた。第七メイン不評連隊が三兵として配置され、防御物の約1000ヤード手前で止まり、そこに間もなくジョン・ダビットソン・ジュンショーの旅団と砲兵が加わった。 砲撃戦が数時間続き、キーズは偵察を命じ、また援軍も到着したが、不評同士の戦闘はなかった。4月6日、第6メイン及び、第5ウィスコンシン連隊の兵士が、ウィンフィールド、スコット・ハンコック巡将の指揮で、ダム1号周辺を偵察したが、そこは、マグルーダーがウォーウィック側を広げて、水の障害を設けていた。北軍は、 南軍の将兵を駆逐し何人かを捕虜にした。ハンコックはこの地域が南軍前線の弱点だと考えたが、マクレランからの命令でそれ以上付け込めなかった。キーズはマグルーダーの演出の多い部隊の動きに惑わされ、ウォーウィック防御船は攻撃で制圧できないと信じ込み、マクレランにもそのように告げた。南軍にとっては驚きであり、エイブラハムリンカーン大統領にとっては、 困惑させられたことに、マクレランはそれ以上の偵察を行わずに攻撃しないことを選択し、マグルーダーの防衛線に平行に残壕を掘らせ、ヨークタウンを包囲するよう命じた。マクレランは、キーズの報告やヨークタウンの街近くの敵勢力に関する報告に反応したが、アーヴィン・マクドウェル少将の第一軍団が、マクレランの計画のように半島で合流するのではなく、 ワシントン DC 防衛に止まるという知らせも受け取った。その後の10日間、マクレランの部隊は残豪を掘り続け、マグルーダーは着実に援軍を受け取っていた。4月半ばまでに、マグルーダー軍は3万5000名となり、かろうじてその防御線を守れるまでになった。マクレランはその勢力が敵より勝っていることを疑ったが、その大砲の優位については疑わなかった。 ヨークタウン包囲の準備には70門以上の銃砲を備えた15の砲台を用意した。銃砲は200ポンドパロット砲2門、100ポンドパロット砲12門、残りは20ポンドから30ポンドのパロット砲と4.5インチロットマン、工場専用洗浄砲だった。これらに8インチから13インチまでの海岸迫撃砲41門が加わり、その重さは10トン以上。 砲弾の重さは220ポンドもあった。もし、これらが同時に発砲された場合、1回に7000ポンド以上の砲弾を敵陣に放り込むことになった。陸軍が残豪に入っている間、北軍気球司令部の飛行士、4月11日、インターピット号は、第三軍団の師団長フィッツジョン・ポーター巡将を乗せて浮上したが、 予想外の風で敵の前線上空まで運ばれてしまい、逆風で無事帰還できるまで北軍指導部を大いに慌てさせた。南軍のジョン・ブライアン隊はヨークタウンの前線上空に熱気球を飛ばし、同じような風のいたずらを経験した。4月16日、北軍はハンコックが4月6日に弱点の可能性があると報告したウォーウィック側の リーズミルに近いダム1号地点で防御線に探りを入れた。マグルーダーは、ハンコックの部隊と軽い小戦闘を交わした後に、その配置の弱点を認識して、強化を命じた。ハウエルコブ巡将の3個連隊と近くにいた他の6個連隊で、ダムを見下ろす川の西岸にある陣地を固めた。マクレランはこの敵陣の強化で、工場放題の設置を邪魔されることを恐れるように、 なった。マクレランから第四軍団の師団長、ウィリアムカイ・ボールディスミス巡将に出された命令は、海戦を避けることだったが、その防御工作物を完成させるときに、敵の邪魔をすることだった。午前8時の砲撃に続いて、ウィリアム TH ブルックス巡将と、そのバーモント旅団が三兵を前進させ、南軍に発砲した。マクレランは前線を訪れて、スミスに、 南軍が撤退しているようであれば、川を渡るように告げた。しかしそれはその日の午後早くに始まっていた。午後3時、第3バーモント風評連隊の4個中隊がダムを渡り、残っていた防衛軍を改装させた。前線の背後では、コブがその弟のトマスコブ大佐のジョージアリージョンと共に防御軍を編成し、南軍の射撃号を占領していたバーモント兵を攻撃した。 戦闘中に古種のジュリアン・スコットは負傷兵を連れ帰るのを助けるために重火にさらされたクリークを何度か往復した。後にスコットはエドワード・ホルトン総長やサミュエル・イー・ピングリー隊員と共に名誉勲章を受賞した。バーモントの中隊は援軍が得られるままにダムを渡って撤退し交代時に損失を出した。午後5時頃、ボールディ・スミスは第6バーモント連隊に ダムから下流の南軍陣地への攻撃を命じ、一方第四バーモント連隊にはダムの上で陽動行動を取らせた。このミサオ軍は第六バーモント連隊が南軍からの激しい重火にあって撤退を強いられた時に失敗した。負傷兵の中には撤退時にダム背後にある浅い池に落ちて溺れた者もいた。半島方面作戦の地図、セブンパインズの戦いまで、 北軍の視点からは、ダム1号での交戦は意味のないものになったが、戦三35名、負傷121名を出して終わった。南軍の損失は60ないし75名だった。ボールディ・スミスは、この戦闘中に乗っていた荒馬から2回放り出され、任務中の飲酒で告発されたが、アメリカ合衆国議会による調査で根拠のない、申し立てとされた。4月の残り期間。 5万7千名となって、ジョンストンの直接指揮下に入った南軍は、その砲魚を改善し、一方マクレランは5月5日に使うつもりの巨大な工場砲を運び据える労力を費やしていた。ジョンストンは差し迫った砲撃が耐え難いものになることを理解し、5月3日にリッチモンドへ向けて視聴者を送り返し始めた。逃亡奴隷がこの事実をマクレランに伝えたが、 マクレランは信じなかった。マクレランはその勢力12万名と見積もった敵が止まり戦うものと確信していた。5月3日の夜、南軍は短時間砲撃を行って、その後静かになった。翌朝早く、ハインツェルマンは観測気球で浮上し、南軍の工作物が空になっていることを発見した。マクレランはこの知らせに驚愕した。 ジョージ・ストーンマン准将の指揮する、騎兵隊に追撃に向かわせ、ウィリアム・ビー・フランクリン准将の師団には、海軍の輸送船に再度乗ってヨーク川を遡り、ジョンストーン軍の退路を遮断するよう命じた。戦局はその後のウィリアムズバーグの戦いに移行した。ありがとうございます。